安曇野市に本社を置くヤマト。カタログギフト業界大手で、多様化する贈り物のニーズに柔軟に対応するために、これまでギフト分野で培ったノウハウと物流機能を最大限に生かして、ヤマトならではのギフトのワンストップソリューションを構築しています。ヤマトの主力となるのはカタログギフトの企画と販売です。今カタログギフトのトレンドはテーマに特化したカタログやブランドカタログです。ヤマトは企画力の強みを生かして、他社とは差別化された個性的なカタログギフトを数多く制作し、お客様から高い評価を得ています。新しいギフト文化をクリエイトするヤマトの特ダネポイントとは？ヤマトが提供するギフトカタログは、贈る側、贈られる側、双方の満足が叶えられるよう、女性ならではの感性が生かされています。お客様への細やかな心遣いが求められる受注センターやコールセンターなど、多くのセクションで女性が活躍しています。女性社員をサポートするのが育児休業制度です。出産を経て子育てをしながら仕事に復帰する女性社員も多く、出産や子育てを特別視せず、自然に受け入れてフォローしてくれる雰囲気が社内にはあります。この巨大な建物、そこに行けば何でも揃う、要望が叶うと評される物流センターです。本社物流センターにはギフトをお送りする場面で必要な機能のすべてが一箇所に集約されています。国内はもとより、世界各国から直輸入された商品の検品やアッセンブル、そしてカタログギフトや商品の包装、のし掛け、リボンラッピングなどはすべてこの物流センターで行っています。お客様からの注文はこちらのサポートセンターで受け付けます。そして様々なギフトカタログがお客様の要望に応じて一つ一つ丁寧にラッピングされて、お客様のもとに発送されていきます。戻った申し込みはがきはこちらで入力され、問い合わせについてもサポートセンター内にあるコールセンターで対応させていただいています。またお客様にご信頼いただけるよう、フレキシブルな顧客対応や商品、業務、個人情報管理の安全・安心に取り組んでいます。厳しいスケジュールのご注文が入ることもありますが、お客様からありがとうという言葉をいただくことで対応できてよかったなと思います。先輩などとチームワークを持って仕事に取り組んでいます。受注センターでの経験を生かしたカタログ作りができたらいいなと考えています。ヤマトは既存のやり方や慣例に縛られない自由な社風があり、社員の自主性を尊重してくれます。自分なりの工夫や取り組みを考えることができ、それが魅力であり、やりがいにつながっています。本当にもらって嬉しいものにこだわった商品開発を行い、思いを込めて物を贈る楽しさと喜びを提供するヤマト。贈り物とそれを手にする人への愛情があふれる社員によって支えられています。ヤマトは社員同士も非常に仲の良いアットホームな雰囲気の会社です。これからのギフト市場を牽引する会社として、次世代の核となる若い力を必要としています。社員全員が柔軟な考え方で主体性を持って仕事ができ、進むべき道を自分で切り開いていける、そんな会社にしていきたいと思っています。ヤマトは送り手の思いをギフトという形にしてお届けするお手伝いをしています。社員全員がギフトの心を持って働いております。私たちはそうした送り手の思いを大切にできる方に来ていただきたいと思っております。